おはようございます。笑顔ですか？にこやかに笑ってますか？微笑んでますか？お笑いしてますか？最近ゲラゲラ大笑いしたことを思い出してみてください。人を恨んでイライラしてる人、腐ったドラゴンフルーツさ、かわいそう。おはようございます。今日もイライラしてる、腐ったドラゴンさん、腐ったドラゴンフルーツさん、それがあなたの名前です。腐そう、腐ってもんね、自分で腐ってるって名前つけちゃってかわいそうに。本当に惨めな価値観ですね。かわいそうにしか見えません。令和3年5月6日、今ね、朝の3時58分を回ったところでございます。本日も茨城放送局をご覧いただきまして誠にありがとうございます。こうして皆様とね、お会いできること本当に心より感謝しております。ラッキージョーカーでございます。おはようございます。ラッキージョーカーラッキーチンです。100回劇シリーズの時間がやってまいりました。ね、毎日いろんなことを配信させていただいてますが、昨日はあえてお休みさせていただきました。一日何も考えない日もこれも必要なのでございます。今日はね、3時に起きてもうシャワー浴びて、今から掃除していろいろやって、パツパツとサクサクとコツコツと毎日毎日同じようなことをやっていますが、毎日変化し続けて成長していると自分で思っております。そしてね、我々はね、何のために生きているか、毎日同じこと言ってますけど、100回聞いていただくために今日も言います。我々は何のためにこの地球上に生命を預かってきたのでしょうか。我々の肉体、まあカルシウムにタンパク質がくっついた、それに魂っていうね、光の玉がくっついてるんですけど、要は体を全部分解していくわけですよ。まずタンパク質とカルシウム、じゃあタンパク質や水分と、どん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 分解していくわけですよ。いろんなものに、炭素とか窒素とか、ね、水素酸素に分かれていくわけですよ。いろんな元素がくっついて人間になってるんですけども、それを全部バラバラにして元素になった。この元素もバラバラにしていくと、最後は素粒子っていう光になります。結局俺たちは光の素粒子というエネルギーの集合体だということです。じゃあその集合体、そのエネルギーを周波数なんですけども、全ての音でも何でも周波数ですね。その周波数を大きくしていくんですよね。大きいとき、まあ怒りのときも大きいんですけど、それマイナスの方に大きくて、プラスの方に大きくする、修行、これが魂のステージレベルを上げていくってことです。で、魂のステージレベルが上がると、恐怖心も少なくなるし、猜疑心も少なくなります。信じる心の方が強くなるし、要は、腐ったドラゴンフルーツさんみたいな人に何をバッシングされようと、周波数が高い人は傷もつかないですね。感じないです。4時になりました。おはようございます。これが真実なんですよ。周波数が少ない、IQ が少ない、知能指数が少ない。そうするとどうなるか。猜疑心も強くなるし、人を恨みます。人を許せなくなります。なぜかというと、人を許さないのは知性がいらないんです。知能指数いらないですよ。人を好きになるのも知能指数ですね。人のいいところを見なきゃいけないんです。とにかく人の悪いところって悪いところから目につきます。それ努力いらないんです。知能指数いらないんですね。で、我々が、じゃあ死ぬときにどう思うかって、大体の人間って後悔するんです。じゃあ後悔しないための人生。ここなんですよ、皆さん。我々は後悔しない人生を送りたいんですね。充実した人生、人生を楽しむには後悔しないこと。じゃあ後悔しないにはどうすればいいか。まずやりたいことを全部やる。大好きな自分になる。大好きな自分になってないから人を攻撃する。ドラゴンフルーツさん、腐ってるドラゴンフルーツさん、臭いよ、走れ、臭いからね。あ、そんなあなたも愛してるから、山本太郎さんは。もともと山本太郎さんを応援するのに、そんでドラゴンフルーツになっちゃったんでしょ、気がついたら。山本太郎さんそんなこと言ってる？もうやってること間違えてるよ。
後悔するからやめな。人生は後悔しないこと。ドラゴンさんどんだけ後悔してる今。人を攻撃して。どんだけ反省してる。ホタテさんに対してどんだけ罪悪感を持って。あの姿を見てわかんない。腐ったドラゴンフルーツは、やっぱりお前は腐った女のカスだ。俺はって男のふりしてるけどな、お前。バレてんだよ、もう。お前は腐った女だ。臭いんだよ。欲求不満。臭いんだよ、欲求不満で。匂うんだよ。口開くなよ。かわいそうだから。自分を自分で傷つけてるんだから。気がついてもう病院行け。薬が合わねえんだ、きっと。お前病気だから。完全に精神病だからな。気がつかないみたいだから俺から言ってやるから。もう相手にしないけど、これがもう最後の忠告だ。一生懸命書き込め。そのくっさい言葉、それがお前の脳みその中身だ。皆さんよく聞いてください。書いてること、考えてることが自分になっていきます。人を攻撃したり、人をディスったり、書いてるうちにそれが本当の自分になってしまうんです。だから本当に腐ってるんです。かわいそうに脳みそも腐ってるし、人間性も腐ってる。救いようがない。もうそんなドラゴン、腐ったドラゴンフルーツなんていう名前を捨てて、元の名前に戻ったらいかがですか。人間というのは、三つの顔があります。誰でも知っているあなたのペンネーム。そして、家族しか知らないあなたの顔。そして、腐ったドラゴンフルーツになっている、あなたしか知らないあなたの顔だよ。そのあなたしか知らないあなたの顔が事件に巻き込まれるんだから、それに気をつけろってずっとマットピエロさん言ってたよね。ラッキージョーカーからも言うよ。気がつけよ。誰も知らない自分、自分しか知らない自分こそ本当に素敵な自分にしなかったら、自信なんか持てるわけねえじゃん。それが本当のお前なんだから。一人きりになった時、そしてペンネームで人をディスっている時、それが本当のお前だ。誰にも見せないお前だけの顔が本物のお前の顔なんだ。だから俺は今日もまだ出会ってもいない人のために学び、そしてこれからも出会う人を一人一人助けていきたいと本気で思ってるんだ。世の中を本気で良くしようと思って YouTube やってるわけ。せっかくこんないいツールがあって、人を攻撃したり人を殺すまで攻め立てたり、そういう風に使うか、人を励まし人を喜ばすように使うか、天から見て大きく違うはずだ。俺は今日も明るく元気に気持ちよーく、勇気やる気本気、元気、やる気、あ、今、やる気ちゃったっけ。のんきで陽気で強気で、景気よく、気が大事なんだから、雰囲気だから、ね、気が大事、雰囲気よくね、爽やかに、涼やかに、ほがらかに、おおらかに、天真爛漫で。怒らず、恐れず、悲しまず。笑顔で、どこでもパワースポット。毎日がラッキーで、いつでもチャンスタイム。俺こそ、パワーピープルです。パワーロッキーピープル!エンジョイ!ヨーライフ!アディオス!